どうも、はじめましての方もお久しぶりの方もプロジェクト ASK 長野区です。待たせたな。今回はレッグドムツバに乗っていきたいと思います。レベルは3、一応現状のマックス期待で、何でしたっけ、ハンガーもとりあえず全部終わってます。でカスパこんな感じなんですけども、今ねこの高コスト時代にどうなんでしょうっていうかですね、今回エースマッチの午後フルコストですね、行ってるんですけども、あった。やっぱり、きついですね。あとそこにいるのは手が大好きなお兄さん。やった。スナイパーさんのラブスか。私ですね、まあ周兵層のバズ間に副兵層を挟んでタッグを組んでいくのが優勝、まあ、そういうのに慣れちゃってるんで、なかなかバズした、スラッサー焼いてるのが一度交代して修理した方がこうで、まだ見た間に武器が2つあるやつ、シュークリーゾーが2つあって、本当にね、俺苦手なんですよね。よし、よいしょ。なんで開けようかな。よいしょ。ああ、殺人がやられてしまう。殺人が、申し訳ない。よいしょ。で、このグネチョンというのが、クールタイムが長い感じしかない短いのがいいですよね。あ、ミスか。カラーとかっていうことが誰が来るか分かると思います。さっきを踏み出していきます。おっと、これは600点、1キロぐらいですかね、合ってるのかな。あ、そう、あ、ごめんなさい、やっぱね、俺本当にあそこはアネーションに行こうとしたんですけど、あ、そうなんですよ、結構欲しいですね。よいしょ、なんじゃあ、かな、よし、まだですね、なんかカップ行こうとしたんですよ。よいしょ、ナイスです。よいしょ、今のところ負けてるのが、それはしょうがないですね。あと、また1キロぐらいですかね。さあさあ、今のうちに遊軍機が撃破されました。いいです。ちょっとどうしようかな。よいしょ。あ、これ突っ込まれますよね。総称警備、慎重に。あ、なんか落ちた。何が落ちたんだ。我が軍現在です。予想以上に攻撃が激しい。ああ、しまった。ああ、しまった。ああ、風のぞきが。こんな時に力が入っちゃうっていうんですね。覚えちゃうんですよ。よいしょ。行かないか。行った。あ、後ろ行って。こっちはレベル3なんですよ。モビルスイッチ、タイパー。モビルザーさん、モビルをかけます。ありがとうございます。
ぱりですね、プレゼントは言うのも上手い人の中に混ざると私のポンコツ具合が、すでにポンコツですね、ポンコツ具合が、よいしょ、あ、これ無理や、見つけたな、よいしょ、ポンコツ具合がバレちゃうんですよ、よいしょ、あー、逆ダメージと完全に注意した、いや、やべやべ、よいしょ、あ、これ、あ、まだ無理やりしたな、慣れないとやっぱダメですね。あと、イフ、ツイグなんかも、ショットガンの次に格闘なんで、間違いないですよね。よいしょ。よいしょ。負けてるじゃないですか。リジ、あ、エースだ。あ、これだ。よいしょ。どうも。もうありがとうございます。あ、これダメだ。行くね。よいしょ。お、取ってこ。お、ナイスです。さすが、修二さん。あ、名前切った。まあいいのか。いけ。あ、これなんでこんなにクールダウン投げんだ。もっと負ける、負けじゃない、勝てるよ。さては、これでもういけるっしょ。敵も突っ込んでこない、あ、味方が出てる。よいしょっと。さあ、守るよ。よいしょ。はい、一緒に遊んでいただいた方、ありがとうございました。いやー参りましたね。編集してたらですね、ツイッターの方にビッグドムツバイレベル4解放と、まいったなこりゃーと思いましたよ。まあね、こんなテレッと編集してるからこういうことになるんですけども、はい、ここで整いました。バトーペ動画とかけまして、美味しいお寿司を飲みます。その心は、ネタは鮮度が命でしょう。お後がよろしいようで、それではまた次の動画でお会いしましょう。